さ、せっかく長野に移住してきたからさ、うん、まずは長野県を全部知ろうと思ってね、うんうん、なんか白馬とかさ、うん、上高地とか軽井沢とかさ、うん、有名なところはね、行くけどさ、うん、でも有名なとこしかまだ行ってないから、うん、とりあえずもう全部制覇しようと思って、どう、うん、だから伏線、中心、南進、うん、になるのかな、だから北はさ、この前あの動画見てくれてる人から聞いた、なんだっけあれ、秋山郷っていうところがいいって聞いたから、うんうんうん、秋山郷に行って、それからまあ小谷とかが北になるのかな、野沢温泉とか栄村とか、うん、飯山とかかな、うん、でその後ちょっと降りてきて松本周辺とか白馬とか、うん、安曇野とかかな、大町、大町の方ね、うん、でその後木曽の方はあんま行ってないから、木曽の方行って、うん、飯田とか行って、うん、でそこら辺阿智村、うん、とかなんか、ね、夜景が綺麗なとことかあるから、うん、星が綺麗なところが、星空がね、うん、で行って、でその後ちょっと東の方の川上村とかさ、あと野辺山とかあっちの方かな、うん、を見てみようって、ちょっとぐるっとさ続けて一周してみようと思って、うん、1週間もあれば行けるでしょう多分、ね、まあ、ちょっと天気が悪いからね、天気悪かったらあんま動きたくないから、うん、あれだけど、なかなかさこの端っこの方って行けないよね、そう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 、あれだね、善光寺すごいな、大きいんだな、あ、これまっすぐ行っていいのか、あ、ダメだよね、あれだな、行ってみよう、傘ささずに何してんの(笑)いい匂いするな、なんか甘酒、うん、すごい立派じゃん、京都来たみたいねえへえ、すごいすごいすごい大きいねえ、うん、ちょっと見に行ってみよう、ここにあれもあるんじゃないの、善光寺のあの八幡磯五郎、八幡屋磯五郎か、ねえ、ここのなんか門の上も行けるのね、ねえ、面白いね善光寺、へえ。すごいね。この門と門の間にあるんだね。本当だ。ね、まだなんか浅草みたいじゃない？まあ、浅草ってこんな感じじゃないの？いろは堂あった。並んでる。この前ね、きなさ行った時にね、本店行ったら閉まってたね。うん、ちょうど定休日で。俺野沢菜とぶなしめじが来た、どう、うん、一つずつでいいよ、うん、野沢菜とぶなしめじ、うん、食べてみよう、うん、野沢菜食べてみる、野沢菜から食べてみる、うわ、美味しそう、どうぞ、いただきます、わ、なんかもっちりしてそう、これはうまいな、ちょっと食べさせて、すごいもっくもく、うん、美味しい、これとおやきだね、うん、今まで食べたのが一番うまいね、野沢菜も美味しい、美味しいね、うん、うん、うまい、これも何味、ぶなしめじ味、うん、甘味どころ、かき氷屋さんだ、うん、あれ、お漬物だぞ、野沢菜か、ほんと京都みたい、里の家って稲じゃなかったかな、美味しそうなモンブランの稲かした、なんかさ友達が稲に住んでてさ、うん、ここのお土産めちゃくちゃ美味しかったんだよな、多分そうだと思う、里の、うん、スタバがあるじゃん、
おしゃれなスタバがあるな。なんか二年坂みたい。わかる？ねえ。ねえ。へえ、こじんまりとスターバックスだ。やっぱこういう風に合わせるの？ねえ。八幡屋磯五郎はもうちょい下？もうちょっと下みたい。見に行ってみよう。行ったことないからね。うん。そりゃそうでしょ。善光寺って言うんだから。ここは何だろうね。旅館？ずっと。宿坊か？へえ。本当だ本当だ。あ、やべ。あ、すげえすげえ。サンクゼールがあって。あはは。八幡屋磯五郎本店、うん、カフェもあるんだ。うわすごいな。すごいね、うん、思ったよりお店だな、うん、へえ、ねえ、なんかこの通りもおしゃれだし全体的に。何ここ、隣もすごいよ。へえ、すごいね。なんか雰囲気があるね、ここもね、え、すごい。善光寺すごかったね、うん、楽しかったぞ、うん、大きかったね。大きかった、本当スケールが。なんか京都のさ観光地みたいだったね、うん、明日晴れたらさ早速北進の秋山郷っていうところに行きたいからさ、うん、今日はお得意の渋温泉でお風呂に入って、うん、そこら辺で車中泊して、うん、秋山郷ってさ、うん、一回日本海に出て、うん、で長岡の方からまた長野に戻ってこないといけないらしいんだけど、うんうんうん、どうやら志賀高原から林道みたいな道で、うん、そのまま行けそうなんだよな。うーん、多分こんなキャンピングカーじゃ無理だから道細くて、うん、どっかに止めて、うん、バイク積んできてるからさ、うんうんうん、バイクでそこ行ってみようかな。楽しそうじゃない？楽しそうだね。ね、湯田中渋温泉に来ましたよ。あ、ここか。前はさ、亀屋だっけ、亀屋旅館、うんうん、であっちの奥の方のさ、うん、貸し切り行ったけど、うん、今日はもう一個、亀の月は鶴っていうね、お鶴屋旅館っていうのがあるから、うん、でここは一人800円だったかな。うん、で露天風呂の貸し切り湯があるの。別邸、別邸っていうの、なんていうのかな、別の建物であるんだ。さあ鶴屋さんの外の貸し切り行ってみよう。わ、いきなり、わ最高。ここは鉄系じゃないんだね、湯田中でも。見てよこれ、うん、でドライヤーもあるよ。最高最高ね。でシャンプーとかもあるの、ここに。本当だ、洗い場もあるしシャンプーもあって、ほら最高だ。露天です。ここでもね、冬の寒い日はやってなかったよね、うん、寒すぎてやってませんって。でもう一個あるんだよね、内湯の貸し切りがね、うん、でこれ外はもうこんな感じ。すぐそこが車、すごい。いや気持ちよかったね。あー最高だったな、うん、あいいよね。やっぱ露天で開放的でさ、うん、貸し切りだからなんか安心感もあるしさ。そうだね、ね、すぐ近くにさ湯田中の道の駅があったんだけどさ、うん、結構前が滋賀草津道路でさ、うん、うるさいからね、ちょっとそこはやめて、うん、滋賀高原に登っちゃうことにした、うん、山の上に、うんうん、で仮眠して、うん、明日秋山郷の方にバイクで抜けると、うん、どうせ寝るなら山の上の方が楽しいじゃん。まあね、うん、涼しいしね。そうそうそう、寒いよ、多分、多分寒い、うん、まだ FF ヒーターはいらないけど一応灯油は入れて準備はしてきてる、うんうんうん、すごい雨。滋賀高原、いや物好きですね本当に。本当に雨の中に志賀高原に夜登ってくるっていう。本当だよね。
誰一人合わないじゃん、上からもね。だいぶ霧になってきた。あ、抜けた、切れた。お、ループ橋。あら、何も見えないな。見える？何も見えない。歩いてに到着。17度。お、交差点。これを多分左に行くんだろうな、境村の方だから。うん、今日は寝るから右にまっすぐにそのまま行きます。結構な登りだね。うん、雨だけどケツを下ろさないと寝るスペースがない。本当に。うん、出た。よし、じゃあ夕飯でも作ろうかしら。お腹減った。とりあえず圧力鍋。うん。ご飯炊く。ご飯炊いてる。何にするの？何にしよう。パンパンだね。ああ、いいね。はい、我が家完成。我が家完成。さあ食べようぜ。いい、食べて。うん。お腹減った。いただきます。いいね、美味しいよ。うん、うん、バイクを昨日の夜1台下ろしてびしょびしょだから乗せるの大変だから今日は2台で出発。で、途中車を置いて秋山号にバイクで行きたいと思います。温泉が出てる。30キロぐらいか、秋山郷まで滋賀方面から。秋山郷出てるよ。秋山郷まっすぐ。なんて出てる？現在地秋山郷405号。こうやって行って霧明温泉だよね、行くのは。うん、秋山郷奥津田公園高い線野沢温泉の方。今はここ通れないんだって。うん、前これ通って野沢行ったことあるけどな、多分。本当？昔、夏ね。すごい綺麗だね。うん、これ釣りしたいな。いいね。9月中だもんね。うん、高井村に到着。秋山郷が右、野沢温泉左。うん、あ、霧明橋だって。ここ？ほら、いろいろ。秋山郷。ここ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 。あ、ほら、天然手掘り温泉。着いた着いた。着いた。行ってみよう。うん。さあ、着いた、行ってみよう。河原の温泉、こっち。こっち。こっちかな。入ってる人いるかな。いると思うよ。本当？人がいたから。あ、そう、うん。でも自分で作るんでしょ、ここは。だよね。あ、スコップ持ってないじゃん。わあ、もう湯気立ってる。すごい温泉の匂いだ。湯気立ってるもん。いやー、面白いね。めちゃくちゃ暑いな、歩いてるだけで。
ここでいいじゃん。ここちょうどいいよ。すごいね、ここ本当に。これ全部温泉でしょ。まで22キロだったやと、うん、戻ってきたぞ、うん、無事帰ってきました。帰ってきたね。90キロも走ったぞ往復で。へえ、お尻痛かったもんだ。そうね、パンパンじゃん。すごいね、後ろまでパンパン本当だ、ガシガシ。おすごいね。はあ、すごいじゃんこれ。へえ、俺ら今からせせらぎコースを歩くんだな。うん、ちょっとお散歩、うん、せっかく来たから。おお、スキー場だ。すごい、吹奏楽が練習してるよ。ねえ、いいね、お手軽お散歩みたいな感じで。いっぱいあるよ、滋賀高原を歩くところは。へえ。いいね、道路から一本入っただけですごい気持ちいいじゃん。何これ、綺麗だね。すごいな、すごい綺麗。なんだろうね。いやー、いいな。すごいね、木が枯れて。赤と黄色とススキと、すごい綺麗。あれ、どっちだろう。え、あら、通行止めだったよ。雲出没のため、うん、こんなところにクマが出んの。高原降りてきて、うん、
また亀屋に入ってしまったから、うん、夜になっちゃったけど夜になっちゃったね、うん、中心はさ今境村の秋山郷まで行ったから、うん、で本当あと野沢温泉とかさ、うん、あっちの方もあるんだけど、うん、野沢もちょっと前に行ってるから、そうだね、もう北進はいいかなと思ってその上の方はね、うん、であとは戸隠とかももうだいぶ行ったでしょ。そうだね。だけどこの前野尻湖だけちょっと急ぎ足でさ、うん、パパッと行っちゃったのとキャンピングカーだったからあんまり細いとこ入っていけなくてさ、うんうん、ちゃんと見れてないから、うん、ちょっと明日バイクで野尻湖フラフラしようかな。なんで今日これから道の駅の信濃かまで移動して、うん、で明日野尻湖ちょっとフラフラして、うん、下の方に降りていこうかな、うんうん、そういうプランで行こう、うん、ここからどんくらい30分ぐらいだね。30分ぐらいかな。花火目の前に花火すごいすごいね。野尻湖かな。おお結構大きいじゃん。うわー大きい。うわー終わりか。おおっとっと、ここだ。到着です。涼しい。20度か。まあまあだ。21度。まあまあだね。結構いるね。おお結構いる。Take my time, 'cause I don't